はい、ということで本日岡崎城に来てまいります。今日はなんでスロースターター岡崎城に来てるんですか？動画なんですか？めっちゃ写真撮る雰囲気でして、いきなり始まるってどういうめっちゃ写真かと思ってました。いや今日イベントがあるんだよね。はい、何のイベントでしょうか？何とか分かってる？なんかそうですね、岡崎今ちょうど4日間ラリージャパンやってますもんね。あ、それの そうですね、その関連ですよね。でも誰に聞いてんの？視聴者の人に聞いてます。でラリーイベントと並行して今日ギネスに挑戦っていうのがあってね、岡崎で。そうですね、100人だったっけ？300人って言ってましたね。300人で一気に花火を上げるっていう、はい、特にやめろお前。ということで今日は、ね、JC の方の企画でギネスに挑戦ということで、あの昔ながらのね、うん、あのドラゴンっていう花火、そうですそうです、はい、あれに、あれを300個ぐらいつけてギネスに挑戦しようということなので、そうだそうだ、はい、直接ね、JC の方からオファーがありましたので参戦ということで、はい、意気込みの方いいですかね？やけどしないように頑張ります。それ意気込みじゃなくて注意。じゃあ MJ 君は岡崎の夜を派手にしてやりたいと思います。あ、いいですね。じゃあ今いいこと言った、俺今いいこと言った。じゃあ早速受付開始いきましょう。ということでエントリーしてきました。それまで時間を潰しに遊びに行きます。すごいじゃん。スロースターター。はい、ということで今準備して、人に1個つけるらしいですけど、4つで1つみたいな感じですね。で一応、まあ僕たちは僕と MJ が一緒にっていうか、まあ、1個ずつで、で、京さんが京さんで、ずっとピースしてる。ずっとこの両サイドフォワーとなってる間、京さんセンターで。ずっとピースしてる。アイロン。ちょっと一番熱いやつよ。火花がこうなってる。一応ギネスで挑戦で、今から多分結構周りが喋ってるので、多分声聞こえなくなるんで、始まったら、そうだよ、音声はここまでになると思います。もういよいよ始まるんでね。あとはもう、時を待ちましょう。肉眼より見えるっすね。ギリギリ耐えたわ。どちらからですか？これライトがないとここも手元がわからんっすね。そうだね。こっちはもう花火つけてから絶対できない。9 8 7 6 5 4、よいしょー、うわー、ついた、よいしょよいしょー、うわー、やばー、すげー、すごいじゃん。うわー、煙てこれはすごい、すごいじゃん。そっちの光景やばくないですか？めっちゃやべえ。やばいっすよね。そっち見たいわ。めっちゃやべえよ、めっちゃ綺麗。すげえ。あとはこの敵です、人間かどうかだけですね。マジすげえ。少々お待ちを。はーい。
スロースターター入ってますね、大丈夫ですかね、ちょあれ、ちょっと入ってないですかね、はい、いや、胃がキリキリしておりましたよ。もうちょっとお腹痛くなってきたので、早くちょっと結果を聞きたいかなと思うので、ぜひじゃあ藤見さん、よろしくお願いいたします。はい、先ほど挑戦皆さんお疲れ様でした。本日世界一を目指すために挑戦いただいた記録は Most people igniting fountain fireworks simultaneously、超えなくてはならない標準記録が250人です。先ほど結果が出ましたので発表させていただきます。本日行われた挑戦をルール通りに参加された合計人数は358人で、見事ギネス世界記録達成です。おめでとうございます。正式におめでとうございます。ギネス達成ということで、ギネス選手賞14名おめでとうございます。ありがとうございます。また中央へ、また中央へのゴール。めっちゃ綺麗、すごい綺麗。うわ、すごい。最高。すごい。イエー、おめでとうございます。おめでとうございます。こんなに綺麗な花火があっただろうか。ということで、ドラゴン花火見事無事に世界記録、そしてギネス認定されました。おめでとうございます。おめでとうございます。 You're officially amazing。 素晴らしい。すごいですね。スロースターター、はい、ということで、はい、よかったっすね。チャレンジやってましたね。マジよかったっすね。見事ギネス達成ということで、すごいね。素晴らしい。感動っすよね。あの火つけた瞬間の、ね、あれやばいっすよね。多分ここの2人も余計っすよね。そうそう、こっちはね、今回は撮る側に回ったけど全体見れば見て、全体をバーッと見るのは、いや僕らめまいすぎてちょっとすごかったっすけど、ちょっと暑かった。あれちょっとすごいっすわ、マジ でテンションぶち上げっすね。テンションの中の1人に入れたっていうのもまた光栄で、そうっすね。初めての経験だね。そう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 、なかなか経験できる。はい、またね、こういうのがね、岡崎市でいろいろあったらまた参加したいと思いますので、そうですね、応援よろしくお願いします。いや、ということで本日の動画はこれで終わります。この動画が良かったと思った人はチャンネル登録、高評価、ブチュッブチュッ、概要欄にツイッターのアカウント載ってるんでフォローよろしくお願いします。お願いします。 TikTok もやってます。それでは皆さん、さようなら。バン花火バンバン。